山川穂高さん、全員に挨拶、会のに謝罪、早朝出勤、山川穂高、食堂でスタッフ、育成選手に平身低頭挨拶、山川穂高、人的保障でセーブ入りの会のに謝罪、チームが変わりバタバタさせてしまった、山川穂高が気合いの早朝出勤、挨拶大使としても存在感、山川穂高が新天地でのキャンプ初日を終え、身が引き締まる、しっかりやらないといけない、もうガシマンすんなよアグー、こういうのでちゃんと漂白されてたやつ見たことない、あそこまで地に落ちたのにまた繰り返したら本当のバカだろ、ここからは野球一本やね、この記事で褒められてるところが悪かったわけではないし、坂本と同じで野球に関しては真面目や、もう何もしないで粛々と野球に打ち込めよう、ホームランパフォーマンスもいらんぞ、ただただ打って守ってチームに貢献しろ、ぶっちゃけ不倫しただけやからな、野球選手にはよくあること、山川が何かするたびに和田の評判どんどん悪くなっていくのくさ、 FA 移籍の件でこいつが叩かれるのはさすがにかわいそう、別にこいつがガシマンしてなくても移籍は起きたんやし、悪いのは和田とソフトバンクや、これで成績残せなかったらもう西武のスパイやろこれ、そもそもこいつなんしたんだっけ、手間が下手くそすぎたってことくらいしか記憶にない、和田も悪ないやろ、第一にソフトバンク、第二にソフトバンクが悪い、それが来年まで続けられるかが問題やろ、何なら来月まで続けられたら偉い、これを現役終了まで続けられたらええんちゃう、こいつの場合来シーズンにはふんぞり返ってそうやけど、ガシマンしてただけで野球への取り組みはもともと悪くなかったやろ、単純に打てばええのよ、坂本ケツの穴も結果出せば許された、もし活躍したらすぐ調子に乗り出すよ、また軍団作って女献上させるところまで目に見えてるわ、ご視聴ありがとうございました。